全て安倍さんから始まってるっていうふうに僕は理解してるんですね。でそれもその利権っていうだけじゃなくて、要するにその、まあ、安倍さん、まあ、麻生さんとかあの辺からずっと続いてるけども、うん、要するにそのなんていうのかな、その文化的哲学的、うん、なんていうかこうあのレベルが、うん、まあ、要するにそういう素養が全くない世界の人たちがこれをやっていてですね、それでだから多分僕はすごく心配してるのはこの開会式って どれだけどんな内容になるんだろうっていうのを、まあ、これはあの、評価っていうのはね本当にあの価値観とかあの言い方によって全く違うから素晴らしいっていう人もいるかもしれないけど、でもおよそなんていうのかな、本来日本が持ってるレベルから見れば相当落ちたものになるだろうなと思うんですよ。でなんでかっていうと、それやっぱり安倍つながりあるいは森つながりとかで始まった、でどういう人たちが選ばれたかっていうのもね、まあ、今になってその差別で問題だっていう話があるけど、もうその前にやっぱりもう何の哲学もない、何の教養もない、そういうあのこんな人どうして選んだのって聞かれた時になんかあの全然説明できないような人たちが、まあ、お友達でこう連なってこうやってきたと。でそれがその単にあのそういうレベルが低いっていうだけじゃなくて、その考え方思考のなんていうのかな、そのスタイルっていうのがやっぱり安倍さんに近い人たちが集まっていてですね、だから差別っていうのがいろいろ出てくるのもなんていうかあの当たり前っていうかね、もうすごく根っこが共通してるんだろうなというふうに僕にはあの見えるんですよ。だからもう本当に日本の、まあ、政治が劣化するっていうのはその政治の政策が劣化してるっていうだけじゃなくて、政治が特にトップに立つ人のレベルっていうものがもう恐ろしく化してしまった。でそれがもう全てにこう蔓延していく状況がこの10年ぐらい続いたんだなっていう気がしてるんですよね。僕はまあ片手で読んでるんですけどね。でそれを象徴する流れが安倍官邸だったし、で安倍官邸とよく似たパフォーマンスを示す経産の経産省のパフォーマンスだったし、その2つとよく似たパフォーマンスを示す電通のパフォーマンスなんですよね。ほとんど電通の人選だったりするんですよね。そのまさにあの空っぽの人間たちの空騒ぎという点で安倍首相官邸も経産省も電通も組織委員会も全部同じ、どこを切っても同じ金太郎飴の顔だってことですよね。つまりトップにそういう人がいるとあれですか、例えばそういう教養のある人や理念のある人を下に使うっていうことを、自分よりも下のところに使うってことを嫌がるってことですかね。自分と要するにいろんなことで意見が違ってきちゃうわけですよね、その まともな人が下にいたら。でそのまともな人がこう、まあ、安倍さんとか麻生さんに意見をしたら、まあ、当然あの、まあ、気持ちは良くないんですけど、まあ、教養がある程度ある人であれば理解をして、それでいやまあ俺が間違ってた